お疲れ様でーす。いつも恒例の、はい、デュエルマスターズ事業部から様から、はい大会景品の紹介のコーナーです。はい、僕でいいですか？いやーもう、いやーだって、いつもね、町田さんがやってるのを、俺のがうまいと、俺のがうまいといつも言ってらっしゃるんで。あの人どこ行ったんですか？あの人は今ちょっと録音中です。何してんすか？あの、大会の景品があるんで、開封して、紹介してもらえますか？はい。どっちか行きますこれ。まず、お好きに。じゃあ僕は。僕は？はい、やってください。じゃあ、失礼します。カットあるけど使わない。でも、カット使わない。いやいや、使わないな。ワイルド。ワイルド。だって、これやったら切っちゃうかもしれない。あー、さすが。ワイルド商品紹介。やり方に癖がないから、さすがです。町田さん、違うと。お願いします。最初は。これ。これダメですか？それは中身がこれですよ。あーこの報告書みたいな大会の、うん、それはそれは別にいいかな、紹介しなくて。お、じゃあこれ。あ、それはい、これ。お、なんだそれは。何これ。あー、これパックだ。あのフェスの、何だっけ、さ、なんか3パック交換したらあのプロモのやつ。見せ。あー、はい、ありがとうございます。これ。はい、今回当たり、なんだろう、これ新しいやつ。あの、ちょっと中身を紹介しろよ。特別に、はい、このなんか裏見るわかんの、チキチキモモキングでしょ、はいはいはい、キリンでしょ、何、うん、でドリスコ、うん、ハッチッチ。ちなみに今日竹山さん出場してるからもらってるんじゃない？あ、多分もらいましたね。うん、何が当たったの？なんだっけ、俺ハッチッチだったっけ。ハッチッチ、あ、そうですか。あ、わかりました。ハッチッチみたいな、でこれが大会景品ですよと、うん、優勝したらこのなんかディスメイデンのウィナー、うん、かっけえなこれ。いや違いますね、あのじゃんけん大会で優勝するとそれ。ルールはあのじゃんけん優勝したらないのに。あの大会で優勝すると何がもらえるんでしたっけ？優勝したらもらえる、なんかない、なんだっけ、今日俺遊んでたじゃん。ああ、なんだかの、このなんか、デッキケースだ。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。それももう入ってるかもしれないですね。うん。じゃあちょっとこれは後で聞いてください。でね、あの、根本的なことをもう一回言うと、実はこれ、ディエパラの景品なんですよ。お、ディエパラだ。はい。ディエパラだ。こっちがディエルマスターズ、ディエマフェスの方の大会で、こっちがディエパラの景品なんです。ディエパラ。ディエパラのシステムについてはご存知ですか、竹山さん。なんだっけ、ディエパラって。いつもほら、ね、神様として。神様と戦うやつだっけ？そうコスプレして。コスプレして戦うやつ。まあ、あの、一応3回戦うんですよ、3回。ね、子供たちが3回戦って、2勝以上すると、この内側の。ごめんなさい。いいよ、自由でいいよ。はい。フリースタイル。いいですね、フリースタイル。はい。これなんかもらえる。もらえるね。はい。50ってやつですかね、これは。はい。50ってやつですか？追加ってことですよね。追加というか、来月の分ですね。あ、なるほど。いや、今日で、あの、2月になるじゃないですか、もうすぐ。知ってます？ 2 月が来るんですけど。ね、はい、はい。その時に、2月の分のディエパラの景品ですね。あ、なるほど。はい。分かってんのかな。ちなみにちょっと箱を開けてほしいんですけど、このディスメイデンの裏にもプロモのカードが入ってるんですよ。ですか？ディスメイデンは、じゃんけん大会のプロモなんですけど、ディエパラは3回戦ったうち、あ、ほんとだ。はい、2回勝つと、トリプル A じゃん。はい。トリプル A、AAA、これがもらえます。おなんアライブエーテルオルターネージョン、かっこいいね。あ、言えたじゃん、すげえ、言えた。これトリプル A あれですね、なんかの、電王っすね。ああ、電王ですね。そうですね。じゃあ次行ってもらっていいですか。はい。これちょっと後で。やばいですね、はいはい。じゃあこちら、お願いします。これ開封の儀で。ああ、これはカッター使うんですか。これちょっと怖いんで。あ、怖いんで、はい。何が怖いんだよ。お前が怖い。開けて、うん、ちょっとかかった、いや、もういいと思う、もう、うん、ビョって開けられると思う、もうこれで。はい、じゃあこれも、おっと、なんでしょう、まずは、なんだこれ、紙はいいから、なんか、毎回紙に貼って、番号書いてあるんですよ、これ、ああ、そうですね、あ、開けちゃっていいですよ、それも。封筒も破っちゃった。あ、これか。あ、それ、はい。いわゆるデッキケース。これ何ですか？この優勝したらもらえる。そうですね。ディエマフェスの。見せろよ。持ちにくいんだよね、これ。すいません。どっちだったんですか、これ。はい。こうですか？あ、どっちが上ですか？これ誰ですか、これ。真ん中の人は。え、なんだっけ？ボルデス・バラモルトだっけ？バラデス、あれバラデス・ボルデモート。ボルデモート。俺が知ってると思うか。ボルデモートは違う。はい。まあまあ、ボルデモートさんですね。そうですね。5色のなんか、でかいやつですね。はい。じゃあ、これが優勝の人に渡すデッキケースです。あとは何が入ってんの？このちっちゃいの。はい。ちっちゃいの開けてみましょう。失礼します。はい。
いやすごいですねこれ。ダチョウさん大変ですねこれ。何が大変なの？何が？これ。はい、これ何？おこれは何だろう？これなんだ？これがですね。ディスメイデン。はい、はい、ディスメイデンですけど、3箇所のパック、こちらの方のね、はいはい、パックの袋を3つ貯めるとですね。なるほどなるほど。交換できる。知ってた？あれですよね。うん、はい、わかりました。大丈夫。じゃあちょっと。まあこれははい。じゃあいや、たすきさん。じゃあ次ちょっとはい、次に。はい。マゼンダかな？大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。それは、はい。まあ。なんかすごい紙、なんか書類みたいなの出てる。大丈夫大丈夫これ。いやいつもの町田さんの紹介とは違うね、やっぱりね。やっぱり迫力が違うというか。書類入って大丈夫これ。書類。うん、何の書類？これちょっと、袋とち感覚でやっちゃってるわ。袋とち？グラビアとかのそういうのですか？あ、これ、あ、なんかこれ、ちっちゃい。これなんだ？え？あ、これもな、トリプル A だ。はい、これはトリプル A ですね。これは何ですか？もしかしたらディエバトルじゃないかな。ウィンナー開けちゃってください。かっこいいねこれ。はい。あ、予定表か。ああ、そうですそうです。これがディエバトルの、日程表、これに日付を書いて貼るっていう感じですね。これしかないですね。ああ、はいはい。まあ、月に2回か1回ぐらい。ああ、ほらほら。うん。これいいですね。はい、ディエバトルの景品です。そしてあとは？もうないんですよねこれ。もうない。ピンがない。じゃちょっとなんかすごい膨らみあるんですよこれ。あ、そうなの？行って行って行って。期待高いですね。そっか、2月は DMX18 大会とかいう、なんか謎の大会があるんだけど、それも入ってるのかな、もしかして。開きにくいな、これ。すごいな、これ。めっちゃ粘着してる。あ、いいよいいよ。バリッと開けちゃっていいよ。もうすげえいっぱいだな、これ。教えてください。1個つください。じゃあこれ、まあ、これいつも戻りして。はい、これは日付が書いてあるやつは、DMA フェスの景品です。すごい。2月6日、2月13日、あとは他にもあるでしょ。うん。お互いあの、うん。あまあ、うん。の大会用に分かれてるんですね。日付がちゃんと書いてあります。これですね。はい。はい。同じく20日、27日の分の景品ですね。これもいつも。はい。もうそれだけ？そう、まだ、カナダ。まだあるの？カードはないですけど。カードはない。まあ、なんか。書類的な。あ、書類的な。書類的なやつ。じゃあ、ポスター的なものをちょっと開いてもらっていいですか？それは組み合わせの。こんなのあるんですね。いや、まあ、うち、あんま使ってないですけど。そうですね。で、これが。はい。これはですね。はい、これがディエマフェスの大会日程を出すポスターです。でかいっすね、これ。はい、じゃあ、これも日程書いて貼り出しまーす。いいね、これ。すごい。はい。そして、最後の、それは何ですか？これはなんだ？これは。うん、逆だね。あ、それも同じ同じ。あ、これ同じ。あ、同じもの、あれ欲しい。これ欲しいな。いや、欲しいのか。部屋に飾るぞ。はい。あ、何まだあんの？長っ。ん？何？まだあったの？はい、出して。はい。あ、でかいはずだ。はい、これなんですか？あ、これか、あれか。でっか。でか。はい。あー、パラレルマスターズのポスターね。これはなんか、ちょっと不思議な感じですよね、なんか。楽しみですね、これも。楽しみ？何が楽しみなの？タケちゃん、この辺だと何のカードが楽しみなんですか？いや、全くわかんないですよ、これ。新カード紹介するのが楽しみなんじゃないの？新カード紹介する、ほら、いろんな人が紹介するっていう。それはダメですよ。なんでですか？なんか言ってましたよね、タケさん。まあ、それは別の話です。別の話です。だけど、名誉っていうもん。あ、そうなんですか。はいはい。あ、まあいや、そんで？これがなんかギャザーのカードっすよね。そうだね、うん。今日は楽しみですね、こういう能力が何があるか。はい、じゃあこちらの方も2月の19日土曜日に新発売になります。はい。はい。というわけで、毎月、というか毎週ね、大会やっておりますので、皆さん振るってご参加ください。はい。はい、竹山さんも、ね、頑張って大会出て。頑張ります。で、じゃあ出れば優勝でしょ？優勝したいっすね。うん。はい。優勝したいっす。はい。というわけでしたけど、ハトさんどうでしたか？竹山さんの。素晴らしかったです。素晴らしい。彼の個性がやっぱ発揮されたって。そうだね。これもう、毎月彼にやってもらう方がいいかな。僕もちょっとごめんなさい、松田さんがどうやってるのかわかんないですけど、うん、松田さんの方がうまいっていうのはわかります。ああ、それは当然ですね。そうですね。あれ、あ、なんか撮影中、あ、なんか、あ、なんか、あ、本物が来た。あ、やばい。
あ、子供育番だからダメだよ、それ。さっきポケットにしまおうとしてたよ。逮捕。いやいや、まあまあまあいいじゃないですか。まあ、マキちゃんに言いつけるよ、そしたら。大会の参加権持って帰ろうとしたんですけど。はい。ということで、あの、町田さんの代わりに、まあ、あの、竹馬さんにお願いしたということなんですけど。素晴らしいですね。はい。もう素晴らしい説明でした。はい。竹馬さん、ありがとうございました。後半全部店長に説明してそうだね。何も言ってねえ。